はいどうも、タンタンです。本日はアヌエヌエのウクレレご紹介いたします。こちらは UC10GG というモデルでございます。こちらアヌエヌエのこのカラーウクレレ、カラーが乗ったウクレレのシリーズのコンサートサイズ、そしてこちらのカラーは、ゴールデングローというカラーですね。発色のいい、原色よりはちょっと暗めな黄色というようなイメージでしょうか。はい、ボディはあまりこうツヤのないさらっとした仕上げ、こう手触りは非常にいい質感かなと思います。バックはこのような感じ、バックはマホガニー材ですね。そしてトップ、色が塗ってるので、木目などはわからないんですが、スプルースでトップだけ単板の仕様でございます。はい、そしてこのモデルはここですね、ブリッジの部分はメイプル、そして指板はローズウッドですかね、が採用されております。そして特徴的なのがこちらのピックガード、壁紙のような黒筋が貼られております。でこの形が、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、ここの部分こういう風な独特なカーブになっていますけど、アヌエヌエのバードシェイプという独特なボディシェイプの形になるようにこのピックガードが切り取られています。はい、ヘッドはこのような形でサイドペグのギアペグが採用されております。音はこのような感じになっております。やっぱりスプルーストップ単板ということもあって、かなりこう音が前に飛んでいくような印象がありますね。こちらお値段も2万円を切ってくるようなかなりお手頃な価格のウクレレなんですけど、そうは感じさせないこの手触りとか質感というか、フレットの処理なんかも比較的丁寧ですし、かなりお値段以上な性能のウクレレなのではないでしょうか。なんといってもなかなかこういう色のついたウクレレっていうのはなかなか多くないので、こういったちょっとおしゃれな特徴的なカラーのウクレレお探しな方にはぴったりなのではないでしょうか。もちろん1本目にもおすすめできますし、ちょっと手軽に使えるウクレレ2本目だったり3本目だったりっていうので、今お持ちのウクレレとは違うサイズをお求めになってみるのも面白いのではないでしょうか。そんなわけでこちらはアヌエヌエの UC10 スプルストップ単板にマホガニーサイドバックのコンサートサイズのカラーがついたウクレレ、こちらは、ゴールデングローというカラーでございます。
気になる方はぜひお早めにお問い合わせをお待ちしております。それではタンタンでした。